はい、どうもこんにちは、ロクテルフルです。今日はですね、こちらの片栗粉と水だけで作れる大ラタンシー現象というものを作ってみたので、そちらで遊んでいきたいと思います。はい、作り方なんですけど、まずはこちらの片栗粉、今回はですね、ちょっと遊ぶ程度だったんで、そんな片栗粉は入れてませんが、必要な分だけ、遊びたい分だけ片栗粉を入れてください。そしてその表面がちょうど水にかかるぐらい水を入れてください。それで足りなければ微調整してもう全然 OK です。それでは早速こちらで遊んでいきたいと思います。手元になっていきましたなってきました。こんな感じですね。大ラタン水現象っていうのは、力の加え加減で、感触っていうか、触る感じが全然変わってくるってものなんですよね。早速触ります。スプーンとかじゃなくて、手でも触って大丈夫なんですけど、まずスプーンでやってみましょう。完全的に見た感じは普通の液体ですよね。こんな感じ、ゆっくり触ると、普通にこんな感じで液体として出てくるんですけど、もう次、勢いよく、力強くですね、スプーンでやってみると、いきますよ。固まってるの分かる。そっから溶けていく。これめっちゃすごい。はい、次は手でちょっと触っていきましょう。まず、ゆっくり触ります。わかります。こんな感じで、とにかくとろーっていくんですよ。なのに最後らへんとか力加えていくと、すごいよ。こんな感じですね。触った感じはもうとにかく固体なんですよ。わかる人結構いると思うんですけど、硬いんですよね、とにかく。なんですけど、今話します。せーの、はい。とろけてく。すごい。今の見ましたか、皆さん。やばいんですよ。さっき作った固体を、この中に入れていきたいと思います。落とします、ボトン。はい。こんな感じ。溶けていくのわかる？こんな感じで。やっべえ。硬い。はい。スプーンが吸い込まれていきます。今置いてます。何も力加えていませんよ。立てますか、支えて。はい、こんな感じ。今手離してる状態。手とか汚くてすいません。続いてパンチをやっていきたいと思います。パンチってこうやってもいいんですけど、勢いよくパンチすると、人差し指でありますが、何も動じませんよ。ちょっと穴も開くな。で、緩やかにやると、ほら、めっちゃ穴が開く。吸い込まれてますね。液体なんだけど、叩くと、ほら、むしろ指が痛いぐらい。めっちゃ硬い。それでは早速、とろけるかやってみます。さっきまで固体だったんですよ。なのに。キモ。はい、ということで今日はですね、こちらの大ラタン水現象をやってみました。ね、ちょっと手とかも汚くなっちゃったんですけど、すみませんでした。これやって気がついたことはですね、これ触りすぎちゃったり、ギュって固めすぎると逆に、水分を片栗粉が吸っちゃって、パサパサになっちゃうんですけど、また水を追加すればですね、こんな感じで戻ります。撮影時の時にそうなっちゃったんですけど、今水をちょっと加えただけで、こんな感じで元に戻りました。こんな感じですね。もうちょっと、スプーンとか、ボールとか汚くなっちゃったけど、とにかく大ラタン水現象の凄さっていうのは伝わったと思うので、皆さんもぜひこちらもやってみてください。とにかくめっちゃ楽しいから。それじゃあ、みんなもこちら
すごい簡単だし、やると楽しかったんでやってみてね。それじゃあバイバイ。楽しい。あれ？これってもしかしてタタタリンクス。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6歳で僕は毎日動画更新しているのでぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。